こんにちは、はるあんです。はい、今日はハロウィンにおすすめおかず3種類をご紹介したいと思います。ハロウィンとかクリスマスとかこの行事物のご飯の時ってメインは結構わっと決まることが多いと思うんですけど、メインが決まってもおかずが決まらないなんてことありませんか？私すっごくありまして、でうーんって考えた末にいつものねご飯の時のちょっと豪華版でいいかぐらいに思っちゃう、なんていうのかな、今それもそれでいいとは思うんですけど、今の時代こう SNS 映えとかインスタとか言うじゃないですか。だからどうせならと思うね、やっぱあるんですよねだからそういう時にいいかなと思ったおかずたち3種類をご紹介したいと思います。では早速作っていきましょう。はい、まずは1品目、パプリカと紫玉ねぎのマリネから作っていきたいと思います。パプリカは種と綿を取ってこういう風に処理したものの2分の1個を使います。今回は黄色を使います。でこの紫玉ねぎはこの上下を切り落として皮を剥いたものです。そうしたら2つとも薄切りにしていきま す、ね、半分に切ったら、半分に切った方が薄切りにしやすいです。そうしてこうグッと手で潰しながら薄切りにしていきます。でパプリカはあんまりこうなんていうのかな、薄くしないと歯ごたえがものすごい残って食べにくくなってしまうので、なるべく薄く切るようにしてください。はい、そうしたら脇に寄ってもらって、今度は紫玉ねぎを切っていきます。紫玉ねぎは繊維に沿って薄切りです。はい、2つともバーッとボウルに入れてしまいます。そうしたらこんな感じに水を入れてあげてちょっと揉んであげたりして、玉ねぎの辛みがね抜けるのと同時にパプリカもパリッとしてくれるので、同じように水につけちゃって大丈夫です。ザルにあけて水気を切ったパプリカと玉ねぎはもう一度ボウルに入れてあげます。そしたらどんどん味付けをしていきます。まずはお砂糖大さじ1/2杯、今回はブラウンのね蘇生糖みたいなの使うんですけど何でも OK です。お塩は小さじ1/2杯、お酢は大さじ2杯です。最後にオリーブオイル大さじ1杯加えます。はい、よく混ぜます。2品目はマッシュルームチーズ生ハム包みを作っていきたいと思います。名前だけ聞いてもなんだそれと思うぐらい私のネーミングセンスがないんですけど分量としてはだいたいクリームチーズが 50g、 だいたい生ハムも 50g、 そしてマッシュルームは 50-50 に合わせて4つぐらいかなっていうのが目安です。なのでだいたいクリームチーズボーン、生ハムドーンって用意してもらって、最後にマッシュルームは人数に合わせた作りたい個数っていう感じで用意してくれもらえれば、まあ大体大丈夫かなと思います。まずはマッシュルームをこのキッチンペーパーでちょっと汚れを拭き取っていきます。ちょっと汚れが入ると困るから、さよなら土汚れ。クリームチーズをこうスプーンに取ってこの軸の部分に塗りたくっていきます。このクリームチーズをこう押しつぶしながら軸の周りにこうね塗っていくわけです。クリームチーズを塗ったところの上からこのね生ハムをかぶせていきます。もうこんな感じで、で今回使う生ハムはカルディとかで売ってる生ハム切り落としってやつなので、ボロボロしてます。非常にクリームチーズがねペタペタくっつけてくれるので、ボロボロしてても全然平気なんで、こういうね安い生ハムで大丈夫です。こういう感じでペタッとくっつけて、最後におにぎりみたいに上からギュッと押さえてあげたら、はい、感じ。仕上げに黒胡椒を少々、ちょっとこういう感じで上からかけてあげて、乾燥パセリもほんの少しずつかけてあげます。あ、これはねパセリじゃなくてバジルとかローズマリーとかでも美味しいと思います。そうしたらこれでオーブントースターに入れて7分ぐらい焼いていきます。3品目はアボカドを使います。アボカドはまず真ん中にね筋を入れてぐるっと一周させます。よいしょよいしょ、あ、ちょっと硬かったかな、はい、せーの、ぐる、あ、ちょっと硬いな、ちょっと外れだったかな、ちょっと見て、ちょっと皮だけ残りまし取れました。こんなことってある、私初めてですけど、
そう。ということで前日にね残ったねアボカドを使いたいと思います。あ、よかった、本当に残しといて。そうしたらちょっとこの種のこの真ん中だけじゃちょっとねあれなので、スプーンでもうちょっと広くくり抜きます。はい、卵です。卵をここの卵黄をこのアボカドのこの中に入れていきます。じゃーんと、おー、いい感じですね。かわいい。はい、アルミホイルで包めました。そうしたら卵がねちょっと表面が固まって半熟っぽくなるまでトースターで5分くらい焼いてあげます。はい、アボカドを焼いている間にわさびですね。わさびをちょっと器にこのぐらいかな、ちょっと多めが美味しいです。そうしてお醤油を、そうです、これはわさび醤油を作ってます、入れてあげて、まあ目分量でいいですね、こういうのは。でわさびをこうねほぐしておきます。はい、完成。すべて完成したので盛り付けていきます。まずはマリネから。マリネはちょっとね汁気があるのでこの個別のお皿に盛り付けますね。こんな感じかな。こんな感じで、よし、完成。それではまずはマリネから食べたいと思います。いただきます。パプリカがシャキシャキしてて、まあ玉ねぎもシャキシャキしてるんですけど、もうこのシャキシャキ具合とこの甘酸っぱいのがなんとも絡んでさっぱり、とっても美味しいです。じゃーん、次はマッシュルームチーズの生ハム包み。もうめんどくさいですね。マッシュルームチーズでいきましょう。マッシュルームチーズ食べたいと思います。こうやってねピッコをね一つ一つに刺してあげることでこうやって食べれちゃうのでおすすめです。大きかったかもしれないけど、とっても美味しい。何もオイルとかかけてないのに、あのマッシュルームのね、なんていうのかな、肉汁じゃないけどマッシュルームのもうエキスっていうのかな、ジュワーって広がってとってもジューシーです。本当にジューシーなんです。でチーズもいい味を出してくれて、生ハムの塩っ気とチーズのまろやかさがとっても合います。卵を割りたいと思います。これはあの今回ね一つずつ一つしか作らなかったけど人数分作ったらいいと思います。もうまずいわけがないですよ、本当にそう思う。卵とわさび醤油とアボカド、もう合わないわけがないってぐらい王道ですね。とっても美味しくできました。いかがでしたか。ちょこちょこちょこと味がね全部違うので、おかずとしてとっても楽しめるんじゃないかなと思います。あんまり分量とか細かく気にしなくていいので、あの適当に作っても美味しくできる簡単レシピばっかりなので、皆さんもハロウィンとかにねぜひぜひ作ってみてください。この動画で少しでも美味しそうと思ってくれた方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。またね。